市の話題をお伝えします知っとく長崎のコーナーです。今回は海フェスタ長崎について詳しくお送りしていきます。お隣には海フェスタ長崎実行委員会事務局の末永さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう海のように青いですね。そうですね。はい、爽やかです。今日は海フェスタ長崎の情報をたっぷりとお届けしようと思うんですが、はい、この海フェスタ長崎17日から開幕ということですが、はい、会場が長崎市五島市新上五島町と、はい、舞台が広いんですね。そうですね。今回海フェスタがですね、全国で1カ所だけ開催されるイベントで、はい、全国でですね、主要港湾都市で次々にこう開催されているイベントなんですけども、今回長崎県で初めて開催されるということで、7月17日から8月1日まで五島市新上五島町長崎市で開かれる海のイベントになっております。なるほど。この海フェスタが長崎での開催ということですが、はい、イベント情報を詳しくお伝えしていこうと思うんですが、はい、船にまつわるイベントが多いということで、はい、これは帆船祭りですか？いえ、帆船祭りがですね、毎年春に開催していたんですけども、はい、今年はですね、今回海フェスタに開催するということで、帆船ももちろん来るんですけども、それ以外の汽船ですとか研究船、練習船、さまざまな船舶が長崎港に集結して、一般公開ですとか体験クルーズ等用意しております。なるほど。中でも注目すべきが、はい、横須賀、浦島というこのペアですね。そうなんですね、はい、特にですね、この、横須賀浦島というのが、はい、海洋研究開発機構という団体の、研究船でして、はい、これがですね、特にこの浦島、赤いものですね、はい、これが無人のですね、深海探査巡査機ですね、自分の頭で考えて、はい、深海の中をぐる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 探査をするという船になってます。これが世界初公開だそうです。そうですね、はい、じゃあこの浦島は横須賀に普段は乗っかっているということですね。そうなんですね。搭載されて長崎港にやってくるということです。なので横須賀の方の一般公開に来ていただければ、この浦島も見れますので、はいはい、なんて優れものなんだろうという感じがいたしますがこの横須賀と浦島は松ヶ江ふ頭に着岸するということですね。はい、そうですね。7月27日、はい、たった1日ですので、この日にですね、スケジュールを開けておいてください。はいはい、貴重な機会を皆さんもお見逃しなくといったところですが、はい、もちろんこの海フェスタ長崎の中では、うん、通常の毎年恒例の帆船祭りも行われるんですよね。そうですね。7月22日から、はい、7月26日までの5日間で毎年帆船たくさん来ますけども、今年も日本丸、海洋丸、あとロシアからも帆船が来て、皆様に一般公開、セールドリルとイベントを用意しております。はい、7隻の帆船が今年は国内外から入港するということなんですが、はい、日にちが22日木曜日から26日月曜日までとなっています。はい、帆船祭りも本当にこう楽しみです ね。夜はもうライトアップもしますので、ぜひカップルでですね、お越しいただければと思います。はい、ロマンチックな幻想的な長崎港を見ることができそうです。はい、さあ、そしてその帆船祭りの会場となっている場所では他にも様々なイベントが行われるようですが、はい、私が気になるのがマリンスポーツショー、これ何でしょうか？マリンスポーツショーという名前がちょっと分かりにくいんですけども、はい、これがですね、ウェイクボードのショーなんですね。ウェイクボードというのはスノーボードのですね、海版とお考えいただいて。なるほど、はい、こんな感じで、すごいですね。はい、迫力がですね、ものすごいですね。こういうものをウェイクボードって言うんですね。はい、かっこいいですね。こういったショーが見られるわけですか？そうですね。今回今映っているのが高校生の方なんですけども、この方もですね、海フェスタ来られてですね、演技を披露していただくということですね。はい、この映像に映っている方が会場にいらっしゃるということですが、海の上でこういったアクロバットなショーが展開されるんでしょうか？はいはい、今回はですね、海の上ではなくて、水辺の森公園の三角広場ですね、はい、陸上でやるイベントになるんですね。はい、
陸上でこういったパフォーマンスができるんでしょうか。はいはい、陸上でゴムプールをですね敷いてですね、そこで車のウインチでですね、引っ張っていただいて、技を次々と披露していただくということになってます。ものすごく近い距離でプロの技を見られる、はい、ということなんですね。これも陸上でやるのはですね、九州で初ということです。そうなんですか、はい、これは見逃せないですね、はい、17日土曜日、18日日曜日と19日の海の日、はい、3日間ということです、はいはい、長崎水辺の森公園の三角広場になります。出島ワーフと県美術館の近くということになりますよね、はいはいはい、皆さんもお出かけください。さあ、そしてその他に私気になるのが、はい、海フェスタシアターってあるんですけど、これは映画館ですか？いや、映画館じゃなくてですね、はい、やっぱり海フェスタということで海を感じるイベントにしなきゃということで、今回水辺の森公園のですね、はい、特設ステージの方にですね、はい、スクリーンを設置しまして、そちらでですね外で見ていただこうというイベントですね。そうなんですね、映画を屋外で、はい、ということ、はい、ということですが、これどういう作品が上映されるんでしょうか。はい、7月のですね、19日祝日なんですけども、はい、ほったらけの島、はるかと魔法の鏡を上映いたします。はい、なるほど、姉妹島提携も軍艦島と結んでましたよ ね、 架空の島なんですけども、実は姉妹島提携をしていると、長崎にはゆかりの深い映画になると思いますね。はい、話題になりました。そしてもう一本が、はい、こちらはですね、もう大人気ドラマの映画化ということで、はい、ルーキーズ卒業ですね。もう夏を感じる映画だと思います。確かに、はい、いいですね。またこれから高校野球のシーズンでもありますので、出る人たちはみんな熱い男ばっかり、はい、そうですね、イケメン揃いと言えるかと思いますね。はい、屋外で自然の中で映画を大迫力で楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、さあ、そして19日は海の日ということなんですが、はい、この記念事業もあるんですね。そうですね、この海フェスタが海の日を中心としたイベントということで、はい、海の日はですね、在校船舶の汽笛水明ということで、ね。